ふたりパパ。みなさんこんにちは、ふたりパパのみっつんです。長い夏休みが明け、いよいよ息子くんの小学校が始まります。初日前日の食卓の様子や息子くんのカバンの中身、初めての登校の様子や先生が歌いまくる始業式までレポートします。またスウェーデンの学校制度や義務教育、ゼロ年生がある理由もお伝えしますよ。そして家に帰ってきた息子くん、その感想もお見逃しなく。それでは行きましょう、ふたりパパの入学式。ないの？スウェーデンの入学準備とゼロ学年生。ねえ、明日何の日か知ってる？学校。小学校の前に来たら大きい村の中で。うん。ということで、息子くんは明日から小学校。その前日の夕食の様子をお届けする前に、スウェーデンの学校制度について少しご説明しましょう。スウェーデンではフォーシュコーレクラスが1年とグルンズスコーラが9年の計10年間が義務教育。フォーシュコーレクラスは日本の小学校にあたるグルンズスコーラの敷地内に併設されており、幼稚園から小学校への円滑な移行のため、幼稚園の時のような雰囲気を残しながらも国語や算数など教科を行う時間が増えていきます。ちなみに1年生から9年生までをグルンズスコーラと呼びますが、実際には日本の小学校と中学校のように場所は別となっていて、息子くんが通う学校は6年生までが在籍しています。通っていて幼稚園の近くということもあり、何人かのお友達と一緒に進学することになったのですが、学校楽しみ？ No! Nervous! あ、本当？そうね、ちょっとエキサイトメントあるね。でも前まではさ、エキサイトメントなんかスペンなんでって言ってたけど、今はね、ちょっと前日になったりなるべしとスペンなんで。ああ、両方ね。なんでなるべし？だから初めての場所だからね、って言ってた。だから、手我慢しといるよ。うん、そうだね、会ってないのよ。そうだよ、新しい卵はもう全部食べた。あ、よかったね。いや、でもさ、何にも用意してないけど大丈夫？着替えとか、それが強いとバックパック。でも、あれだけでいいの？欲しいね。バックパックだけで着替え書くものとかじゃない？でも、俺のためで何かするの？マイクロ。まあ、人間、ニンテンドースイッチ。みんなニンテンドースイッチ持ってる？フォーシュコーレクラスでみんな朝から夜までニンテンドースイッチやってるよ。No、やんないよ。あまりすごいやつ。カバンの中身に関してはまた後ほどご覧に入れますね。そして話題は移り、日本とスウェーデンの入学式の違いについて。知ってる？日本の小学校とかとランドセル買って入学式があって、入学式のための洋服があって、一緒に入学式も親も行くから、綺麗な服も買わなきゃいけなくて。明日入学式とかないの？分からない。 I'm a bad boy。 入学式は何？なんていうセレモニー？セレモニーは何？サムリンフォーエマブリア。うん、何の醤油かけてるの？醤油いらないってこの前言ったでしょ。ちょっと味薄かった今日のガパオ。日本はいろんな準備があるね。朝行くの一緒に？朝一緒に行く。みんな一緒に行く？それとも片方の親だけで行く？ああ、みんな一緒だ。ちょっと行きたい、ミキパパも行っていいよ。え、行かないの？なんで一緒に行くの？じゃあ明日みんなで行く？うん、ちょっとそれから何ちょっと情報いろいろ挨拶。うん、ミツパパはでも初めての日のこと覚えてる。写真もあるし多分。うん、どの初めての日？初めてのスコーラの日。ミツパパのお母さんと一緒に、すごい桜がいっぱい咲いてた。あー、そうだ。うん、違う。なんかその入学式とかないのは楽だけど、こっちのスウェーデンのやつなんかちょっと寂しい感じはするかな。そうね、なんかすごいそのちょっとビビッドな思い出ができるじゃん、うん、なんか初めての日。
なんか人によってその方がいい人もいるだろうし、なんかあんまりそんな普通に始まる方がいいっていう人もいるだろうし。スペインでスクールアスケ。ああそうだね。何？卒業式。You mean スクールアスケ？Yes。なんか始まるより終わりの方が大事って感じだ。でも朝何時だったらさ。フォーシュコーレクラスの時間は月曜日から金曜日の朝8時から午後1時半まで。共働き家庭がほとんどのスウェーデンでは1時半に迎えに行くことができないので、始業時間前と就業時間後はフリーティーズと呼ばれる日本でいう学童で過ごす子が多く、息子くんの場合は朝8時に学校に行くと午後1時半に学校が終わり、4時までは学童で過ごします。学童といってもフォーシュコーレクラスと同じ場所同じ先生なんですけどね。スウェーデンの教育に関してご質問があったらコメント欄に残していってくださいね。機会を見つけてお伝えしたいと思います。そしていよいよ初登校の朝。ふたりパパ、学校だよ。朝だよ。今日スコーラに行くんじゃない？今日から。相変わらず朝に弱い息子くんですが、なんとか起きて朝ごはん。今までは幼稚園で朝ごはんを食べていたので、ちょっと違うルーティンになった感じがします。なんかデモしてもいいよ。やっほー、わかる。もしたちんでな、ふもーらねん。もしたいたんならふらたましょ。たしょ、もんのよくたる。つぎょんきゃ。もんるきたしくん、とめんもしたちんでな。とは、とこまいすとぶりゆみめすむしてぎえんね。だるふん。だるふんもすむん、もしたちんでな。フレイラゴンゲル。着替えるよ。あれどこ行った？降りておいで、着替えるよ。うん。あのせ。いなかった？グラグラのところ。ごめん、じゃあちょっと優しくするね。あ、すごい隙間が出てきたね。歯ブラシ洗って。こちらが息子くんのカバン。ランドセルのような指定のものはありません。リュックサックと着替えとペンケースと名前のシール、あと水筒、ライスクッキーと、ね、もう人参、このイケアの袋でいい。冷たくなくていいよね、だって。そしていざ出発という台になって、スコールポイキン。あ、本当だ、もう行かなきゃ。ということで今日は3人で学校に向かいます。何？ミカパパは僕の同じのオープンの出荷で買うでしょ。ミカしたらミカパパの古いの出荷あげてもらえられる。多分ミツパパが買うと思う。ミツパパは自転車買うと思う。ああでもリカパパも新しい自転車欲しい。リカパパはスウェーデン来てからもう 2,3 代目だね。そしたらそうね。すごい雨降ってきちゃったね。あそこの後ろ太陽ある。そうだね、雲の後ろね。いつもよ。何？その前僕とリカパパ出荷してただけです。そのどこだったか分かる？あそこのいいカップに僕と一緒に出荷してる時だった、okay。 そしてあそこスコーランのところに行くのところは工事してた。あ、工事してたね。そうだね。日本を旅行して以降、
日本語でいろいろ説明するのがとっても上手になった気がします。めっちゃ止まってるね。こっち見てる。上に何かいるのか。あ。すごいやばい。めっちゃ降ってきた。大丈夫？そして学校に着いたのですが、こう中は撮影できなかったので編集部屋から補足です。学校に着くとですね、案内の先生が外に立っていて、教えてもらった教室に入っていくわけなんですけれども、まあ日本のこう下駄箱があって、それぞれの教室に行くというよりも、それぞれの教室ごとに入り口が分かれていて、こうその下駄箱にはもう息子くんの荷物置きの棚、それから上着をかけるところとかがもう用意されていたんですけど、まあ、そこで靴を脱ぐと上履きなどはなく、すぐ隣にある教室にそのまま入ります。まあ、いわゆる教室にはこう学校っぽい机と椅子みたいなのが並んでいて、正面にはこうホワイトボード、それから大きなテレビなんかもあったんですけど、初日っていうことで子どもたちは教室の隅に集められて、床に座って、車座になって、こう先生がみんながね、お互いに名前を覚えられるようなこうゲームをしてくれました。希望する保護者はそのまま教室で見学できたので、この教室のすぐ隣にあるレクリエーションルームなんかも案内してもらったんですけれども、そこはまあおもちゃとかこうソファーがあったりとか、こうボードゲームなんかがあったりとかして、割とこの幼稚園の雰囲気を残した感じがしていましたね。まあ、これがまあフォシコレクラスがこう幼稚園と学校の間って言われるゆえんなのかなって、こう納得した感じです。そして1時間ほど経つと校庭で始業式のような全校集会があるということだったので、こうみんなで外に出ることになりました。この後はその様子をお伝えします。どうですか、リカパパ。面白いね。これ入学式らしいですね。これ自由、みんな自由、先生が並んで合唱っていうのが面白いね。知ってるこの歌さあ夏休みが終わった学校が始まるっていう歌だよね、これ。今聞いてると新しい友達ができるし楽しいっていうメッセージはあるね。本当、でもなんか曲調は結構さ、なんか寂しい感じよねでもすごい、ギター弾いてる先生も70年代から来た人みたいそれが終わると息子くんを残し、パパたちは家に帰ります。本当だね、ちょっと入学式あったね、ちゃんとね。あったね、歌うも歌ってた。でもなんかもう知ってる子がいっぱいいて、ちょっと安心な感じはするけど。そうですね、大きい学校だね。0年生から 6年生、まあ小学校って。そうだね、でも一学年がさ、多分一学年多分40人ぐらいだと思うよ、パッと見た感じ。じゃあ僕が200人ぐらい、だって僕が行ってた小学校なんてだいたい35人のクラスが5クラスだったから、絶対1000人超えてたと思う。でもなんか緩い感じだったし、ほら前住んでたところの下にいた兄弟もいて、普通に声もかけてくれたし、うちらのことよく分かってたし。そうね、近所に住んでる友達もいるし、あの6年生の大きい子もいたし、いたずらっ子っぽかったけどいい子だよ、めちゃくちゃいい子だけどねムードメーカーな感じなのかな。先生が歌を歌わった瞬間に先生たちにサッカーボールを蹴り込んだけどまあでも本人は楽しそうだったからよかったね。じゃあ今日4時迎えに行くんだっけ。それそうですね。じゃあ後で感想を聞いてみましょう、息子くんに。
そしてこの日のお迎えはリカパッパ。小学校初日を終えた息子くんが帰ってきましたよ。おかえり。よかった？ただいま。久しぶりの学校というか初めての学校だったでしょ。何？初めてと久しぶりは同じでしょ？久しぶりと初めては同じじゃないよ。久しぶりは前に行ったことがある場所。ではレンゲ線って感じ。久しぶりだよ。まあそうね。なんでかわかる？なんで？トリスと一緒にあそこに行った。そうだね、確かにそうだね。一回だけ行ったことあるね。うん。友達と久しぶりに。友達と久しぶりに会ったね。聞いてないよ。何？今は時計は何？時計は今4時半です。スペルは？ハルビヘム。ハルビフェム。ハルイフェム。ソファーに陣取った息子くんですが、リカパパが少し牽制します。まだまだどうしてないよ。ハルイフェン、リベノンフェンマ。ねえねえ、今日何したか教えて。じゃあよかったり、でも行った。あは、飛んだ。遊んでないけど見た。見た。あと待って、誰けもいたでしょ。いた？喋った？よかったね、久しぶりに会って。ルンチはどうだった？美味しかった？うん、なんでか自分取りたいのものだけ取ってもいい。ほんと、まあそうだね、スウェーデンはね。だから日本だ。日本はああいうなんかスモロゴスポーツじゃないから、出されたもの全部食べなきゃいけない。でもルンちゃん何食べたの？何があった？マカローネもあったよ。オッケー、マカローネ食べた？見て。これ何今日やったの？これ何？これ何か知ってる？これ書いたの？こっちか。これ何書いたの？これこっから落ちるの？滑り台に聞こえてなる。滑り台ね。と、滑り台7回。で、それだけど待って、これはトナードだよ。と、トナードはどこから聞いてるか分かる。うん、そこだね。見える見える。竜巻。ちょっと、そう。高校館からオーケストラの時に、高校に立ったら、うわー、飛んで、あそこに行った。OK。これは何で入ってた？人参じゃん。これ使わなかった。これ使わなかった？まあ向こうにあるかもね、まだ。まだいらない。まだいらない？まあ いや、じゃあまあとにかく良かったね、じゃあ、いけて。足ちょっと。もらった。もらったの？マッカ。マッカもらったの？あ、そうなんだ。おやつもらえたんだね。マッカ。マッカ？パンでしょ、だから、うん、パンとウストあった？あったけど僕好きなウストなかった。だから買わなかった。じゃあパンだけ食べたの？スヌール塗った？うん、あと進化。オッケー、じゃあまた明日も行きましょう。ちょっと疲れた様子がありつつも楽しかった初日。幼稚園時代の友達だけでなく新しい友達もできた様子の息子くん。朝はリカパッパ、帰りはミツパッパと一緒に自転車で元気に通っています。保護者の付き添いなしで通い始める時期はその子供によってそれぞれだそうですが、うちはもう少しパッパたちと通うことになりそうです。いつも帰ってくると全部は楽しかった。全部は楽しかった？あ、本当？と話してくれる息子くんですが、こんな二人パパ家を今後も温かく見守っていただけると嬉しいです。さて、来週の二人パパは？みっつんです。元気に学校に通っていた息子くんなのですが、どうやらプール熱にかかってしまったみたいで、今週は学校をお休み。そんな時に限って、リカパッパは出張。ということで、てんてこまいで終わりましたが、なんとか今週も動画を出すことができました。でも、次回の動画ももう準備中。
8月に行われた人口 7.5 万人の我が町ルレオのプライドフェスティバルの様子をお伝えします。さて次回の2人パパは2人パパのゲイナイト、賑やかカラフルレインボータウン、イカサマルーレットの3本です。次回もまた見てくださいね。I love you. Hello, Papa.